中日最強強すぎドラゴンズ、色紙でありがとうございます勝利。もう始まりだよこの球団。勝ったがね。ライデル、よっしゃ、間に合う。ライデル38セーブで単独1位に。今度のスプリットは空振り三振。はあ、ヤクルト弱いな。よし、これで連敗しても1点誤差だ。明日も勝てよ阪神でなの方がうざい。勝ち&セーブついてよかったよかった。今日の結果でセ・リーグの順位すべて確定されそうだな。空席が目立つね。誠司さんのパンチパーマ似合ってて大好きだわ。ヒロトでこの客入りじゃ明日明後日は悲惨やで。3立てして5位を不動にしたいね。平日でも満員近いな立浪効果か。明日はエースの小笠原慎之介ですよろしくお願いします。周平と大島が2軍に行ってくれるから勝てる。ヤクルト、おそらく最下位マジック15が点灯。中日が残り試合全敗してもヤクルトが中日戦以外で15敗したらヤクルトの最下位が確定。ヒロトすげえな大学行って今年のドラフトだったのなら5球団くらい競合してた。セリーグは結局阪神と巨人の優勝争いになりそうだな。川越スタメンに文句言ってた人はセンスなし。ご視聴ありがとうございました。